はい、えー、皆さんこんこにちは、えー、いろいろねあの増税の話がどんどん出てきてですね、えー、まあ,あ政府の、ね、予算に応じてお金が足りませんとでそれで、まあ、今のね生きてる人たちがその責任を負わなきゃダメだっていうのね岸田さんが言ってるけど、うん、本当に国民のせいなのか分かりませんけれども、まあ、ただ ね、国の,そのルールを変えてしまえばねそ,のそれに従わざるを得ない、えー、わけですから、まあ、それでね、まあ、皆さんにちょっと影響のある、ね、お話をさせていただきたいんだけど、まあ、いい面と悪い面もあるんだけども今回のお、ね、23年度の税制大綱で、えーまあ、皆さんにねちょっと影響のある部分をちょっと今日は解説したいと、まあ、今日はあのこの c f ネットのですね え本社ビルの地下で、えー、ですね、えー、収録をさせていただいてるんで今日はちゃんと資料をですね <laughs> 見せられるように、えーねえー、なってますのでちょっとじゃあ資料出してくれる <laughs> これ実はですね、あのー、税制改正の中に相続時生産課税制度の見直しっていうのがあります。 取得した財産にかかるその都市分の贈与税については現行の基礎控除とは別途課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに特定贈与者の死亡にかかる相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価格は 上記の控除した後残悪とするねわかる <laughs> もう一回ねあそうですよねで注意上記の改正は令和6年1月1日以降に贈与により取得する財産にかかる、えー、相続税と相続税または贈与税について適用する要するに令和6年ってことは来年だよね来年の1月以降に贈与により取得する財産にかかる相続税ね ままたは贈与税についいてて適用すすると書いてあります、ねえー、次に ② です、ね、相続税○に相続時生産課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地または建物が当該贈与の日から特定当該特定贈与者の死亡にかかる相続税の申告書の提出期限までの間に 災害によって一定の被害を受けた場合には当該相続税の課税価格へ加算時の基礎となる当該土地または建物の価格は当該贈与の時における価格から当該価格のうち当該災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とする。どうわかります、ね 上記改定は、まあ、同じだよねえ。令和6年1月1日以降に生ずる災害による被害に、被害を受ける場合について適用すると。その他所要の措置を講ずる。わねわかりづらいでしょ。<laughs> これをちょっとね、解説しますけど、これどういうことを言ってるかっていうとね、すごい、実はこれ、いいことなんですよ。で、それは何かっていうと、 えね、来年の1月1日以降に贈与により取得する財産にかかる相続税または贈与税について適用しますということなのでえこれね、あのー、分かりやすく解説するとですねあちょっと待ってね解説しますと、ねえー、これ実はね相続時生産課税制度っていうのはあのーね、2500万円まで、ねえー、いわゆる えっと、例えば直径ね、えー、おばあちゃんから子供、えー、ね子供から孫、ねまあ、そういうところに2500万円、ねえー、贈与しても非課税ですよと。だけどこの上げたお金は相続が発生した時には自分の財産に計上しててねっ,て話だ,ったんですよだからあ、ね、かつては僕はこの相続時生産課税は、ね、そのやらない方がいいよって言ってたわけ。何でかというと これをやるとね、歴年贈与ってって、えー、毎年万、えー、と110万円ずつの贈の与ができなくなっちゃうんですよ。できないとか、やってもそれに対しては課税されますよって話なのね。で、それを今回は、ね、えー、実はその、えー、この2500万円の相続時生産課税制度を使って贈与するじゃん、ね。で、でもその後ね、要するに、 えー、贈与するときには例えば50万上げても申告しなきゃいけないわけ、ね、そうするとそれに対して、えー、いわゆる課税されてたわけねだからあのお金の移動をさ2,500万円一括です,するよりも長期的に長く生きる人だったら110万ずつのは得じゃんって話だったわけ、ね、なんでかというとその歴年贈与がこれをやったことによって使えなくなっちゃったからところがそうじゃなくてこれ実はね今回すごいのがね 相続時生産課税制度で2500万上げちゃっても今度は毎年110万までは申告が不要になったんですよだからつまりね、えー、いわゆる歴年増与と同じ額を増与しても良くなっちゃったわけでこれはだから岸田内閣のいわゆるね、えっ、ー、と、えー、貯蓄から投資へのわけだよね 貯蓄から投資へねの政策なわけだよね。でこの期限があね、えー、今年じゃなくて来年の1月1日からなんですよ。ねだからあここの部分で、えー、ね、えー、例えば現金資産があってその資産をもしそのね、えー、子どもたちに移動するんであれば移動していいですよって話なんですよ。ねいいいい話でしょ。でさらに毎年110万ずつ ね、増益していいってことだから、財産どんどんね、ことか孫に渡して、で、消費を活性化しようっていう、まあ、話だと思うんだよね。だから、そういう面でいくと、あの、意外にこのね、相続時生産課税制度、の、この、見直しは、あの、ある意味富裕層の人は有利になったんじゃないかなと思うんですよ。ね、だから、あの、いつも、ね、僕が言ったような財産税とか考えたときに、まあ、どこの範囲で財産税食うか分かんないけど。 要するに資産をその移しておくには非常に使い勝手のいい税制改正だなと思いますね。まあ非常にあのこれがどうなるか分かりませんけどもまあ、うん、実際に実行が決まればいい感じなんじゃないですかっていうことなんですね。でただし今度ねここなんですよ。歴年課税制度の相続財産加算見直しで今度逆なんだね。今度は 毎年百十万ずつは贈与しても贈与税取りませんよって基礎補助がありましたね。これを読みますよ。ね、えー、相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算期間等について次の見直しを行う。相続または遺贈により財産を取得した者は、当該相続の開始前七年以内（現行は三年以内）ね、に当該相続にかかる 非相続人から贈与により取得した財産の価格、ね、括弧当該財産のうち当該相続の開始前が3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については当該財産の価格の合計額から100万円を控除した残額を相続税の課税価格に加算することとする。ねでえー、上期改正は 令和6年1月1日以降に贈与により取得する財産にかかる相続税について適用するつまり相続税について適用するわけだ。と、ね、いうことはどういうことかっていうと今は、ねえー、こういう形で、えーね、亡くなりました非相続人、まあ、亡くなった人のことを相続人っていいますねでその非相続人があいわゆるそのお亡くなる前の3年間に まあえー、歴年贈与、ね、110万円控除を受けて、まあ、もっと送ってる可能性もあるわねでそのについては要するに課税対象になりますよとだからこのもらったものは、ね、相続時に、えー、いわゆるう課税価格に加算して計算してくださいとだ相続税高くなりますよって話なんだよねでねでこれが今回はこの7年になったわけよだから本当は3年だったのが7年になったからその分全部課税させるわけよ ね、だからあ、ね、今までコツコツと毎年毎年110万ずつ、ね、歴年贈与もしくは110万円を超える、ね、お金をお、ね、生前贈与してた場合ねこれは7年間、ね、遡って足しますよってことだ。ということで考えるとあこれはちょっとさ、ねあのー、やっぱり相続税で、えー、少しでも、ね、その増やそうっていう、まあ、これは増税だよねになる。 可能性のある話だなと思うんですねで、えー、今度ねもう一つね教育資金結婚子育て資金贈与の非課税措置延長ってことでこれもちょっと長ったらしいんだけど直系存続から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について次の措置を講じた上その適用期限を3年延長するつまりこれ決まってるやつ、ね、決まってるやつを 3年間延長しますよとということなの、ね、で信託、えー、等があった日から教育資金管理契約の終了日までの間に贈与者が死亡した場合において当該贈与者の死亡のにかかる、えー、相続税の課税価格の合計額が5億円を超える時は自動者が23歳未満である場合であってもその死亡の日における非課税拠出額から 教育資金支出額を控除した残額を当該事動者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなす。富裕層はね, <laughs> <coughs> ねダメですよっていう話だね。で上記の改正は令和5年4月1日以降に取得する信託受益権等にかかる相続税について適用する。これはね えー、令和5年、ね、今年の4月1日以降に取得する信託受益権等に関わる相続について適用しますよと、信託受益の場合ね、で、えー、受業者が、ね、30歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に、贈欲額が課せられるときは、一般税率を適用する。つまりねあの えとまあ教育資金ってさ30歳までだよねとでそれまでに使い切ってなかったやつは贈与に充てるよっていうことなんでねだからもらったけどねそれは使い道をちゃんと申告したりできませんよで残ったものは贈与になりますよって話だからこれちょっとねここよく気をつけないといけないね。で、えー、本措置の対象となる教育資金の範囲に、えー、都道府県知事等から国家戦略特別区域内に 所在する場合の外国の保育士資格を有するものの人員配置基準等の一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設に支払われる保育料を加える許可外保育施設に支払われる 保保育料に保育料料にを加えるつまり外国人かな外国の保育士資格を有するものの人配置基準等の一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けたあだからそのそういう外国人が働くところでも、えー、一応ね、えー、証明を出せばあですね、えー、保育料を加えることができるってことだねでこれも、えー、と令和5年4月1日以降になってますね、えー、でその他 所要の措置を講じる直系存続から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について受贈者が50歳に対して <laughs> うん ?50 歳に達して場合において非課税拠出額からけあ結婚の金も出るからね結婚・子育て資金 額を控除した残額に贈与税が稼いれるときは一般税率的です50になっても結婚しねえんだったらお前もらった金返せってあもらった金にかね課税するぞっていうことやねなんかねすごいねこういうことまで決めてくれてんだね国って偉いなうんでこれもね実際にこれねあの nhk のねあのあれで出たんでちょっと掲載しますけどもねあのー この一括1500万,、ね、万を、ね、祖父母とか親からもらってで30歳未満の人は、まあ、学校とか塾などに、えー、お金を使ったものに対しては、えー、いわゆるう非課税でやりますよとただし、ね、それ申告してくださいねってことだから、ね、いちいち例えば1500万もらいましたでそのうち、えーね、じゃあ 入学資金で300万円いきました。塾行ってこんだけわけかいました。もう全部こうね死国するわけだよね。それで30歳になってね使い切ってなかったね500万手当残っちゃったと言った場合はこの500万に対して贈与税かけますよって話なんですよ。だからあのここはちょっと気をつけなきゃいけないのはね1000万やっちゃってんだっつってねでこの孫がさ申告しなかったらね結局贈与税かかっちゃうんですよっていうこと。でこれが期限は。 今年の3月末までだったんだけど、まあこれを3年間延長しますよってことなんですね。でもう一つはね、その結婚資金はまあ同じように贈与したものでまあ結婚の資金に当ててくださいねとね、それは50歳になったらねもう結婚しないと思うでも持ってんだろうなねもらった金は贈与の対象になりますよっていうことになるんだと思うんですね。だからまああのー、ざっくりとそんな感じなんだけど、やっぱりね。 増税路線には間違いないなねだからそういうところを一つ一つ研究して、ね、そのうん動かすときに気をつけなきゃいけないでやってしまったらあちゃーっつったら、ね、あの結構危ない形になるわけだよね。で実際にあのえっとねうんと取得費加算ってのがあってねあの、まあ、今日ちょっと資料を用意してないんだけどあの相続税の改正の時にね昔はの昔は あいわゆるじゃあ例えば1億円の、ね、相続税かかっちゃったから、ね、土地を1億円売ったら基本的に税金かかんないくらいの控除額取れたんだよ。ところがそれがね知らない間に平成27年に変更になってて、ね、1億円税金を納めるのに1億円の物件を売っても取得費1億円まで満たないんですよ。ね、でそうするとそれに対してまた譲渡税,、えー、税かかっちゃうわけ。だから20度上なんだよね。 ってていうことがあ実際に世の、えー、中で起きてるからやっぱり相続対策っていうのはねやっぱりコツコツと今ちょっとなある方件分から二軒不が頼まれてるんだけど、あのー、あそんな心配いらないじゃんって人もいるけど中にはね中にはっていうか、まあ、この二軒のうちじゃないよ、うん、中にはなんでここまでやらなかったんっちゅういるのよ。 えー、紐解いてこうやってくるとやっぱり時間かかるわけよねそんなになんとかな特効薬がないわけだよね相続対策に対してだからそう特効薬がないけどもまあぼちぼちとコツコツとやりながらねなんとなくこう計算しながら相続税を下げていくっていうね手法があるんですよだからそういうものもあのー、ねうんまあ僕は結構経験してるからねやり方知ってるわけじゃん。 でよくさあの来てねこう何でもかんでもこう、ね、その教えてはあげるけどじゃ実行するときにさ「いやこれはちょっと言えないな」ってあるわけよ。それは当たり前だけど、ねええー、ちゃんとねそのお互いに理解したわけじゃないとその別に惰性を教えてるわけじゃないよ。だけどやり方あんのよ。だからそこの部分、まあ、分かりやすく言うとさあのねうーん 公ジェット機のリースとかそんなことやってるわけだけどねあのそんなねものでやるよりもあのまあやり方あるんだよ <laughs> うんそれはちょっとやっぱね何て言うかなこ,ういうこの場でお知らせできないけども個別相談来てねいろいろ話聞いてでまあじゃあ実行しましょうっていう時にはまあしっかりとね僕のアイデアを出して。 えー、できますので特にこの贈与資金というのは気をつけないといけないわけ、ね、だからあ、ね、贈与贈与っていうのはもともと相続に絡んでるわけだから両方計算してみて判断しないとダメだっちうことだけは頭の中に入れといてよと、えー、いうことで、えー、今日はね、まあ、この改正された部分の特に相続と贈与に関すること、ね、についてちょっと軽く解説しました。何かあれば、ね、またこの、えーっと 下にね質問を書いていただいて、えーね、今日初めての方はチャンネル登録していいねを押してコメント入れてください分かんないことあったらまた質問等をねコメント欄に入れといていただけばお答えしますので、えー、ぜひね楽しみにしていただきたいと思います、えー、それではまたこの動画は今後もですね継続してこのようなですね皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています ぜひですね、チャンネル登録をしていただくと、新しい情報がですね、えー、見られるようになっておりますし、また、いいねボタンをですね、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。